はいどうも、今回はロックの基本となる等確認連携を紹介します。まあ、どんな連携かと言いますと、これですね。これとりあえず、最後烈風拳で終わってるんですが、これもしかしたらこの最後、烈風拳で終わるとこまでが一塊と考えてもいいかもしれません。なんでかと言いますと、これ今最速ぐらいの前転から投げをしたんですが、これがパニッシュ出てないので、投げ抜け可能なんですね。ですし、選択肢の中にも一つとして、烈風拳、最後烈風拳で締めるっていうのを入れていけば、そうそう対応はされないので、そういう意味で、この弱烈風拳で締めるっていうのを一塊として考えてもいいと思います。あとこの連携なんですが、これ全部最後スーパーキャンセルでシャインナックルを出すことによって、ヒット時には連続ヒットをするので、ダメージも稼げます。で ここからなんですが、あ、ちなみにですね、この特殊技の前で、前転しても、後転しても、非常にリスクが少ないです。そういう意味でもいいですね。そしてあとなんですが、この連携のいいところはこの最後の、前 A の、ガードした後なんですが、これディレイキャンセルがかかるので、前 A から、ガードされた時に前 A からの、ディレイキャンセル烈風拳とディレイ、あとはガードされた時にジャックオーバーヘッドキックや今日のオーバーヘッドキックに連携させることで、この前 A の後に、前 A をガードさせた後にプレッシャーをかけて攻めを継続しやすくできます。また、レイジランの停止やレイジランからのレイジラン停止やからの投げやレイジランからの、中断派生や、裏回りから投げるなど、あとは停止から下段を狙うなどして、崩しにもいけるので、この連携だけで結構、まあ、いろんなパターンを作れますね。なんでそういう意味でこの連携は、非常にいいと思います。またちょうどこの場合なんですが、ちょうど足払いと、遠距離立ち強パンチが当たる間合いになるので、二次的な暴れ潰しもからダメージを取ったりダウンを取ったりっていうこともできるので、まあ、そういう意味でもうここからもうさまざまな選択肢を、でプラッシャーをかけてこのようにずっと、自分の攻めを継続していきやすい、連携なんじゃないかなって思います。あとですね、レイジランなんですが、 レイジランの EX 版は非常に高性能で、レイジランからの EX レイジランからの中段派生のダイナミックなんですが、
ガードされても多分これ発生の早いコマンド投げでじゃないと、反撃確定させられないので非常に安全に出していきますね。これが非常に、強力で、停止からの下段コンボや停止からの通常投げや停止からの裏回りからの真空投げなども狙っていけるので、 EX レイジランは攻め手として非常にいいと思います。なのでロックのヒット確認連携の主力としてこのコンビネーションが使っていけると思います。以上、ロックのヒット確認連携の話でした。ご視聴ありがとうございます。